元経済財政政策担当大臣を務めました私古川元久が、政府の月例経済報告の資料から、今月の経済について解説する、今月の経済、すぐわかるワンポイント解説、5月をですねただいまより始めさせていただきます。まず今月のですね、ポイントですが、という、まあ、ちょっとここクエスチョンマーク、このですね、この意味はですね、後でもお話しますが、足元だけ見るとですね、まあ、経済は回復しているという状況にありますが、ただいろんなですね、不安定、不確定要因、あるいはリスクがあってですね、日本も世界もですね、本当にちょっとこの状況でいいのかなという、まあ、ちょっと首をかしげざるを得ないような状況ではあります。ですから、まあ、足元だけ見るとですね、確かに、経済は回復しているということが言えるんですが、しかし、本当にこれ、まあ、喜んでいいのか、あるいは嵐の前の静けさなのか、ちょっとですね、判断に戸惑う、まあ、そういう状況です。まあ、そういうこともありまして、今月はもうこの、と、まあ、クエスチョンマークでですね、一言で、表させていただきました。それでは皆さんと資料をですね、見ながら解説をスタートしたいと思います。はい、まあ、これが今月は25日に開かれました月例経済報告に関する閣僚会議で使われた資料であります。まずこの5月の判断ですが、2020年2月以来の情報修正という形で、情報修正となりまして、景気は緩やかに回復していると、先月のですね、景気は一部の弱さが見られるものの緩やかに持ち直しているという言葉から、緩やかに回復しているという言葉に変わりました。まあ、緩やかに回復というふうになるのは、これ、2020年の2月以来ということであります。これどういう意味かというとですね、まあ、今まではですね、やはり政策的に支えたりとか、あるいはこう政策で制約の中でのこう、まあ、景気の、良くなったり悪くなったりと、まあ、特にコロナの中ではですね、政策的にこの、まあ、コロナが感染が広がるといろいろ行動制約をするということで抑えられるとか、まあ、そういうことだったんですけれども、まあ、今そういう制約もなくなりました。ですから、まあ、そういった意味では経済の普通の自然の状況に任せている中で、足元ですはですね、景気が緩やかでありますが回復している状況、まあ、そういった意味では質的にですね、まあ、景気回復に向けての自律的な動きをですね、まあ、表現したものとしてこの緩やかに回復しているという表現が取られています。で、先行きについてはですね、まあ、少し表現が変わりました。この先月の、ところにあったウィズコロナの下でというものが、なくなりましてですね、それに代わってですね、雇用所得環境が改善する下で、各政策の効果もあって緩やかな回復が続くことが期待されると、まあ雇用所得環境の改善がですね、緩やかな回復、まあ、景気回復につながっていると、まあ、そういう考え方であります。もう一点ですね、この表現が変わりましたところはですね、最後のところですね、また物価上昇、金融市場の変動等の影響に十分注意する必要があるというところですが、先月の方はですね、物価上昇の後に供給面での制約というものが、ありましたが、この供給面での制約はですね、かなりここで改善してきております。まあ、それが後ほど申し上げる、まあ、自動車販売なんかにですね、表れているんですが、まあ、そういった意味で供給面の制約がなくなったわけではないんですが、まあ、その大きくですね、明確に書くほどではなくなったということで、まあ、この供給面での制約というのは、この
金融資本市場の変動等の、まあ、等の中に、まあ、含められていると、含まれるようになったという意味での、表現がここはですね、なくなっております。そうしたですね、表現変更が先行き行われております。で、個別の項目で見ますと、やはり一番日本経済の最大のエンジンは個人消費でありますが、この個人消費がですね、緩やかに持ち直しているから、持ち直しているというふうに上方修正になりました。また輸出もですね、4月の弱含んでいるというところから、まあ、底堅い動きとなっているというところに上方修正となりました。そして生産についてもですね、このところ弱含んでいるが持ち直しの兆しが見られる上方修正になった。まあ、こうしたところもあってですね、まあ今月の判断は総括判断として、上方修正になったということであります。それではこれから具体的にですね、項目を見ていきたいと思います。まず GDP の動向でありますけれども、今年1月3月期の実質 GDP 成長率は、前期プラス 0.4%、まあ、年率ですとプラス 1.6% となりました。このやっぱりこうですね、リードしているのはですね、この個人消費 0.3、というのがありますが、やっぱりこれが個人消費が主導してきているというものであります。まあ、一方でですね、外需これマイナス 0.3 となりますが、これはアジア向けの輸出等ですね、少しこうやっぱり世界経済の弱さみたいなところがありまして、そうしたところがですね、マイナスになっているというところです。ですので、まあ、今の GDP のですね、まあ、景気回復は、成長はですね、まあ、内需主導という形になっているというところであります。で、GDP の水準を見ますとですね、名目 GDP は、これはコロナ禍以前の過去最高水準をですね、まあ、19年のところの 561.8 兆というのがありますが、それを超えてですね、570.1 兆と、そこまでですね、名目の GDP は、増加をしております。ただ、実質 GDP を見ますとですね、そこまでは回復してない。まあ、これはですね、やっぱり物価が上昇したことによって、まあ、名目 GDP がですね、少しこう、まあ、水ぶくれしていると、まあ、物価上昇分がですね、反映しているということで、あります。で、次に個人消費の動向に行きます。まあ、今の回復をですね、牽引しているのが個人消費でありますが、個人消費、携帯物の個人消費を見ていただきますと、まあ、全体もプラス1ですが、ここに来てですね、まあ、大きくここ伸びてきているのが、自動車などの耐久財、まあ、これは後で申し上げますけども、やっぱりこの供給制約が少しかなり改善されてきたことがあります。まあ、これがプラス 5.9 ということもありますし、また非耐久財もですね、まあ、少しでありますけれども伸びつつありますし、で、サービス、消費はですね、まだコロナ前まで2019年まで戻ってませんけれども、まあ、着実にこう戻してきていると、まあ、こうしたことがあります。で、個別のところを見てみますと、新車の台3番台数がですね、単月で、3ヶ月平均にましても、大体35万台、30万、3万台ぐらいですかね。そうしたところまで、こう、右肩上がりで、回復しつつあります。まあ、これはですね、パワー半導体の不足がですね、かなり解消してきて、これによってですね、受注残をですね、今、だんだんとこれを、こう、さばくいて、で、まあ、車がですね、実際に、待ってた人たちに渡せるようになったということが、影響いたしております。で、またですね、外食消費のところもですね、まあ、これまでコロナが少しずつ落ち着いてくるのに先立ちまして、
まあ、若い人たちを中心に外食消費は戻ってきておったんですが、ただやっぱり高齢者の人たちはですね、今まではなかなかやっぱり外に出ることを伺っていたんですが、今年に入ってですね、この65歳以上の高齢者のですね、外食消費、まあ、これもですね、まあ、コロナ以前にほぼ戻るところまで戻ってきました。また交通機関の利用実績も見ていただきますと、この前のゴールデンウィークはですね、もう新幹線も国内線の航空機もほぼもうコロナ前の水準まで戻っているというところであります。ただまあ国際線だけがですね、まだ中国便が非常に少ないとか、またまあ国際線物価高の影響もあって、まあ、これはまだですね、コロナ前までは戻ってないというところであります。各種イベント、まあ、ここにありますようにですね、いろんな、神田祭りとかですね、葵祭りとか、まあ、いろんなですね、こういうイベントもですね、開催をされるようになりました。まあ、こうしたこともありまして、景況調査を見ますとですね、現状判断も先行き判断もですね、まあ、かなり50を大幅に超えている。まあ、これはですね、これから今景気がいいとか、これから良くなると考えている人たちが、悪いとか悪くなるという考えた人たちもよりも多いということでありまして、50を超えているということは、まあ、そういった意味ではですね、街稼働の景気的に言うとですね、まあ、これ人流が戻ったこともあって、まあ、景気は足元のところ、まあ、良くなってきているなという感じはあるというところであります。で、次にですね、生産と輸出の動向でありますけれども、製造業の生産はですね、持ち直しの兆しが見えてきております。製造業の生産、左目のところを見ていただきますとですね、電子部品デバイスはですね、これはですね、在庫調整、がありまして、減少傾向にありますが、これまでなかなかですね、この生産調整があって、生産できなかった、供給制約があったですね、自動車、輸送機械ですね、この辺はですね、供給制約が緩和することによって、中でですね、増加してきております。それに伴って、ですね、生産用機械、そうしたものもですね、少しこう戻ってきているというところもありますので、製造業はですね、持ち直しの兆しが見えてきていると。で、下の普通乗用車を見ていただきますとですね、生産がかなりこう、コロナ前の頃まで戻ってきております。ただ、メモリー半導体製造装置についてはですね、これは、製造がですね、弱いという状況は続いているところであります。こうした中でですね、輸出数量の指数を見てみますと、全体のところで少しずっとこう右肩下がり下がってきておりましたが、ここに来てちょっと反転してきておりましてですね、そういった意味では弱向きでですね、この間ずっと輸出が、ついてきましたけれども、少しですね、自動車輸出等が増えてくることによって、底入れした感があるという状況であります。で、本日外国人客のですね、回復状況を見てみますと、着実に戻ってきておりまして、中国を除く世界全体に見ますと、もう 84% というところまで戻ってきております。今後また中国がどんどん増えてくるとですね、この本日外国人、客数は、おそらく、近くですね、この100を超えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、次に物価の動向であります。物価動向、GDP デフレーターを見ていただきますとですね、この間原油価格等がこうすごく高くなってたところがあってですね、そのためで輸入デフレーターがですね、マイナス幅が大きかったんですが、この辺のですね、輸入デフレーターが物価価格等がですね、エネルギー価格下落したことによって、押し上げ、効果が減少しております、縮小しています。そのことによりまして、個人消費デフレーター、これは物価が上昇していることもあって、これはプラスですので、GDP デフレーターもですね、このプラスに幅がですね、今 2% ということになってきています。結局この GDP デフレーターがプラスになりますと、どういうことになるかというとですね、
名目 GDP の方が実質 GDP よりもこれは大きくなると。この GDP デフレーターがですね、マイナスになりますとですね、結局名目よりも実質の方が、GDP が大きくなるということなんですが、この GDP デフレーターが、プラスになってきたことによってですね、名目 GDP の方がですね、実質 GDP よりも、かなり大きくなってきております。要はインフレが進んでいるというところを示しているということであります。で輸入物価、そういう中でありますが、輸入物価について言いますとですね、輸入物価はこのところですね、エネルギー価格がですね、ずっと価格が低下をしてきておりますので、しておりましてですね、4月はですね、前年比でマイナスとなりました。これ2年2ヶ月ぶりでありますが、そういうこともありましてですね、輸入物価はこれもマイナスに、前年比でも前月比でもですね、マイナスというところまで、落ちてきております。一方で、ね、消費者物価についてはですね、これはですね、政策的にこのエネルギー価格にこうですね、電気代の点とかそういうことで、補助をしたものですから、そこの部分は黄色い部分はですね、物価を押し下げの要因として働いておりますが、その部分がですね、物価上昇因からなくなったの分だけ少し今年初めに比べればですね、物価上昇率は少し下がっておりますが、それでもですね、4月のところで、前年比 3.4% というところまでですね、物価上昇になっております。で、食料品をはじめとするですね、そういった財がの価格が、上がっているということが、主な要因でありますし、また昨年のですね、後半からですね、その前はむしろ物価引き下げ要因だったサービス価格、これもですね、徐々にサービス価格も上がってきている。そのことによってですね、物価は 3% を超える上昇率になっているというところであります。今後で消費者の物価予想でありますが、5% 以上を予想する層もかなりあるんですけども、ただ少しですね、このエネルギー価格、電気代、ガス代など、そういった価格が政策的に抑えられたということもありまして、5% 以上が上がると1年後にですね、想定する人の割合は少し減って、2から 5% の上昇を想定する人が増えているというところであります。ただ全体的にこれ見ていただければですね、ほとんどの人がこれからも物価は上がると、でしかもかなり上がるというふうに見ていることもありますので、こうしたことはですね、ちゃんと給料がどんどんと上がっていけばいいんですけども、そうじゃないとですね、やっぱ消費を控えるという、そういう動きにつながってくるところもあります。ですから今はですね、個人消費堅調なんですが、こういうところがですね、ありますと、この堅調さが本当にいつまで続くのかと、今はいいけども本当にこれ、ずっとこう、回復するのかっていうなるとちょっとクエスチョンマークがつくと、そうしたところがですね、こうした消費者の、かなり高い物価予想のところから見られるということであります。で次にですね、企業収益と業況の動向を見ますと、上場企業の決算で見るとですね、売上高は前年比プラスというところで、かなり売上高くなっております。で、その中でですね、本業の動向を示す営業利益、これはですね、増加が継続をしております。経常利益の方はですね、いわゆる営業外収益とか、そういうものもあるものですから、ちょっと減ってはいますけれども、それでもですね、過去最高というところでありまして、
これも、まあ、今株価がかなり高くなってますが、まあ、その背景にはですね、こうしたやっぱり企業の決算、まあ、非常にこういいと。ですから、まあ、こういう決算だけ見るとですね、これもまあ今景気は足元で見ると悪くはないということは言えるんですが、じゃあこれがですね、まあ、今後も続くのかどうかっていうと、うんと、まあ、ちょっとクエスチョンがあるようなところがあります。で、まあ、ただ、さっきから申し上げているように、足元だけ見るとですね、経常利益も、まあ、非常に高い水準でありますし、まあ、前期伸び率もですね、まあ、かなり、いいというところが資産額で見られます。で、営業利益のですね、業種別企業とのところで見ますと、まあ、輸送機械、やっぱ自動車なんかはですね、こう、かなりプラスになっておりますが、ただ、このですね、鉄鋼とか化学、石油、石炭とか、まあ、この辺のところはですね、マイナスになってきます。これも価格が下がっているということとか、あと、世界経済全体を見るとですね、少しこう、こういうところの生産活動とかなんかが、ちょっと弱まってきてるんですね。ですから、そういうことの影響がこうしたところになります。で、一方で、非製造業の方はですね、やっぱり人流が回復して、いろんなものっていうか人の動きが、稼働する稼働率が上がっている、まあ、そうしたことによってですね、これ、陸運とか空運、まあ、こうした、ものですね、がですね、プラスになっていると。まあ、一方で、海運でこれマイナスになっているのはですね、これ、世界の全体の貿易量とかそういうものはですね、決して、よくはない、むしろちょっとこう、少し低迷しているところがありまして、まあ、こうしたところもですね、今はいいけども、これからどうだろうかなという、そのクエスチョンマークにつながるというところであります。で、企業の景況感、BMI ってところを見ていただくとですね、まあ、全体もプラスなんですが、それをリードしてきているのは、やっぱりサービス業で、サービス業が引っ張ってきて、おります。で、少し前まではですね、製造業の方は、まあ、ちょっと景況がどんどん悪くなるという状況だったんですが、まあ、ここに来てですね、製造業がですね、プラスに転換をしました。まあ、景況感はですね、まあ、そういうことによって、この間はサービス業と製造業って非常にこうはっきりこう良くなっていくサービス業とこう悪くなっていく製造業という感じだったんですが、足元で見るとですね、製造業、まあ、プラス転換になっているというところでありまして、そういった意味では、足元では、まあ、経済はですね、まあ、回復方向に進んでいるということが言えると思います。で、次に雇用日賃金の動向でありますけれども、雇用情勢、まあ、就業率とか完全失業率を見ていただくと、まあ、これですね、まあ、ほぼ横ばいであるとか、まあ、完全失業率も、まあ、ちょっと上がったりとかしてますが、まあ、これは誤差の範囲内でありまして、男女別就業率見ていただくと、女性の就業率が、増加をしてきております。ですから、まあ、働こうとする女性が増えてきているというところがありますし、また、事業機関別の失業者数のところを見るとですね、3ヶ月未満の失業者数っていうのがこう増えてるんですね。で、これはですね、まあ、要は失業者っていうのはですね、働いてない人が全て失業者じゃなくて、働いてない中で働く気持ちがあるんだけども、職に就けていないという人が失業者として勘案されます。ですから、今まで働いてなくて、働くつもりなかったりとか、働こうっていう気になったら、その瞬間からまあ、それでいろいろ就職活動すると、それは失業者っていうふうにカウントされるんですが、そういう意味では、この短い失業者数が多いのはですね、一つは、もう、働きに出ようかという人たちが、今まではその気がなかったんだけども、新たに働きに出ようとした人たちが増えてきているということと、あと、まあ、転職をしてですね、今働いているのが転職すると、まあ、転職のために今の仕事を辞めると、まあ、しかし、この3ヶ月未満が多いということは、結構すぐですね、次のが見つかっているということであります。そういう意味ではですね、この、まあ転職のために辞めると
まあ、そういう失業者も増えてきているというところであります。で、まあ、ここはですね、やっぱりの離職理由別の転職者、その右のところを見ていただくとですね、あの処遇改善を求めるためにこう、まあ、辞める人というのがかなり多く割合を占めておりまして、まあ、そこはまたどうしてかというところを見るとですね、その右のところ、転職により賃金が1割以上上昇したものの割合となりますが、これはですね、今全体でいうともう 35% ぐらいの人が転職によってですね、給料賃金が1割以上上昇したというふうになっています。まあ、要は転職、今の働いているよりもですね、転職したら もっといい給料のところで働けると、そう思って辞める、あるいはそういうところがあるので辞める、まあ、そういうですね、人が今増えてきているというところであります。まあ、こうしたこともありますので、一人当たり賃金の水準もですね、まあまあ、少しずつありますけれども増加をしているというところがこの見て取れます。で、次に世界経済の動向でありますが、まあ、実は一番クエストのところのですね、はやっぱ世界経済、特にアメリカなんですね。アメリカ、まあ、もうちょっとそろそろ、不景気に入ってきてもおかしくないんじゃないかとか、いろんなですね、そういうリスク要因がこの間ずっと続いてるんですが、まあ、なぜか相変わらず強い状況が続いております。まあ、この辺もですか、最大のクエスチョンと言ってもいいと思うんですが、アメリカの方ですね、こう見ていただくと、アメリカの所得消費設備投資で見ていただくと、消費も設備投資もなかなかこれを故障例ピークをつけないで伸びてきております。で、一時期ですね、実質可処分所得がですね、少し減ってきた状況になりましたが、またここに来てですね、やっぱり給料が上がっていることもあって、可処分所得が少し増えてきた。で、まあ、可処分所得が増えてきた、所得が上がったおかげで、それが消費もあってですね、消費を支えると、まあ、そういう足元のところを見るとですね、好循環、まあ、こうしたこともですね、まあ、アメリカの今の経済、足元でいいという状況を支えているんじゃないかというふうに思います。で、まあ、中国の方もですね、まあ、感染収束にとどまって、経済活動が回復してきましたんで、まあ、プラス成長となってきてはおります。まあ、そういった意味では世界、ただ中国もですね、まあ、いろいろリスク要因は後から申し上げますけれども、ありまして、まあ、本当に、このまま回復していくのかどうか、これまたクエスチョンというところであります。ですから足元で見ると、失業率もですね、まあ、ヨーロッパもそうなんですが、失業率は相変わらず低い状況でありますし、一方で、またインフレ率は物価上昇が高いので、政策金利は今どんどんと上がってきております。もうアメリカはですね、まあ、過去 5% を超えてリセッションにならなかったことはないというふうに言われているんですが、すでにもうその水準を超えてきておりますし、またヨーロッパもですね、金利はまあこれからもですね、まだ上がっていくというふうに見られているというところであります。で、あとですね、参考の項目のところをさっと見ていきたいと思いますが、GDP と GNI のところ、まあ、そこで言いますと、GNI っていうのは、実質国民所得ってやつですね、まあ、海外からなんかのこう所得とかそういうものを、実質 GDP、とのこう、まあ、取って、見ていくというところでありますけれども、まあ、GDP よりも GNI の方が大きいというところ、今、日本はですね、やっぱ海外に投資してもそこからのですね、収入というのは結構大きくなってきております。まあ、それを示すものです。で、住宅建設については、まあ、右肩上がりというか伸びているというところまでは、そこまで言ってませんが、まあ、そこが大動きが今のところはついているところです。で、機械投資についてはですね、
まあ、少しですね、まあ、増加しておりますけども、ちょっと横ばいか、あるいはちょっと足踏みという状況がですね、機械投資もソフトウェア投資もちょっと見られるところであります。で、公共投資は、まあ、引き続きそこが高く推移しているというところです。で、輸入は、まあ、ほぼ、まあ、横ばいの状況であります。で、倒産についてはですね、まあ、増加がですね、傾向がついておりますが、まあ、ただ、まあ、それでもですね、コロナ前の、まあ、通常の時のですね、倒産件数に、まあ、近づいているところで、まだそこまでは至ってないというところであります。で、国際商品市場で見ますと、もう石油も原油も LNG もですね、石炭も、まあ、みんなですね、ロシアのウクライナ侵攻前、侵攻時よりもですね、価格は下がってきているというところであります。まあ、こういう価格が下がってきている一つの要因は、やはりこう経済のファンダメンタルはですね、世界全体、そんなに強くないということもやはりあるんじゃないかというふうに見られているところでありまして、まあ、こうしたこともですね、まあ、今、足元のところはなんとか見逃っているけれども、これから先、クエスチョンというところの一つの要因であります。で、国内企業物価のところで見ますとですね、まあ、電気ガス価格激変緩和対策というのを政策効果で、まあ、価格が下がったり部分もありますので、企業物価はですね、まあ、一番ピークの頃は本当 10% ぐらいでしたけども、まあ、それから見ますとですね、前年比 5.8% と、まあ、物価上昇率はですね、かなり下がってきておりますが、まあ、それでもですね、まだ消費者物価に比べますと高い上昇率ですから、まあ、こうしたところはですね、結局、まあ、企業が今負担しているわけですが、まあ、これが、まあ、引き続き今後ともですね、消費者に徐々に、まあ、転嫁される方向に、まあ、今状況だとなっていくのかなというふうにも思われます。で、消費者物価のですね、この国際比較のところを見ていただくとですね、もうこれもあまりここのところずっと傾向は変わっておりません。日本とそれ以外の比較をしていただくと、日本はほとんどがですね、やっぱり物価上昇の理由は、この緑色のところ、食品ですね、まあ、そこのところが、まあ、一番の大きな要因になっておりますが、ユーロ圏なんかはですね、やっぱりこう、その他サービス、その他財で、まあ、もちろん食品も上がってますけども、それ以外、まあ、幅広いこう、まあ、全般的にやっぱ物価上昇がついているところでございます。で、アメリカもですね、食品の物価上昇というのは、割合は、まあ、全体見れば低くですね、一番占めるのが住居費であるとか、まあ、その他のサービスとかですね、まあ、結局はアメリカやヨーロッパで、利上げが続き、日本は今のですね、異次元の金融緩和を続けている最大の理由はですね、やっぱりこう物価の上昇が日本のように非常にこう食品とか一部のところにこうかなりこう集中しているところと、欧米はですね、もう、まあ、あらゆるものがこう物価が上がっているというところがやっぱり大きく違うということが言えます。まあ、こうしたことがですね、金融政策の違いにつながっているというところで、あります。で、次にアメリカ経済で、まあ、アメリカ経済が一番ですね、まあ、ちょっと不思議なくらいにこう強いというところがあるんですが、GDP の成長率を見ていただくと、個人消費がこの23年度の第一四半期、またぐっと伸びてきておりまして、消費が再加速しているような状況にあります。ですので、この消費者、高齢者報酬等を見ても、右肩上がりで伸びておりますし、まあ、自動車販売台数もですね、伸びております。労働参加率もですね、このプライムエイジと呼ばれる25歳、54歳ぐらいがですね、ほぼ、まあ、コロナ前の割合までですね、戻ってきているという状況です。で、まあ、これちょうど、
債務上限と債務残高の推移というのは、この月例経済報告の閣僚会議が開かれたのは25日なので、まあ、当時はまだですね、合意が至ってなかったので、まあ、この図でありますが、まあ、この辺のところ、この懸念がありましたが、まあ、ここについてはですね、上限を撤廃するということで、まあ、合意がなされて、まあ、とりあえず、あの危機は解放されたということもあります。まあ、そうしたこともあってですね、短期国債の利回り、直近のところでは少し下がってきているという状況です。で、中国でありますが、中国はですね、まあ、足元のところで見ると、持ち直していますが、決して、まあ、戻りは強くないというのが実態であるというふうに見られております。輸出入のところとかですね、ここは実践よりもですね、2年前の同月比っていう、この、点差のところを見ていただいた方が、実態に近いんじゃないかというところなんですが、点線のところを見ていただくとですね、輸出も輸入も強くありません。で、景況感もですね、まあまあ、ここはちょっとその2年前との比較というのはありませんが、製造業は悪化の方がむしろ悪いと考えている方が多いという状況でありまして、景況感も決していいとも言えない。で、生産のところを見ていただくとですね、鉱工業生産もこれも黒い あの点線のところを見ていただくと、むしろこうちょっと下がっている状況でありますし、消費もですね、この黒い点線を見ていただくと、むしろ足元を下がってきているというところでありますので、中国経済はですね、それほどですね、強いこう戻りではなくて、まあ、むしろ非常にこう弱い、まあ、成長を続けているような状況だということが言えると思います。まあ、こうした動きの実はですね、いろんな素材価格なんかもですね、国際市場はかなり下落を今しております。油とかそれだけじゃない。で、まあ、その一つの大きな理由はですね、一番やっぱりこういうですね、鉄でも銅でもそうなんですけれども、やっぱり消費するのは今中国でありまして、やっぱりその中国のですね、状況が、必ずしも良くない。まあ、そうしたこともあってですね、そういう素材の価格が下落をしていると。まあ、こうしたこともですね、今後の世界経済、まあ、どうなるだろうか。今は足元は確かにこう持ち直してる、少しずつは回復しているとは言えないけれども、この先はどうかな、クエスチョンというところが出るということであります。で、まあ、日本の場合ですね、やっぱりこの海外の経済の影響もですね、かなりあります。ですので、日本経済の足元で見るとですね、まあ、今のところは回復していても、じゃあこれが本当についていると、まあ、ちょっとそこはクエスチョンということになるというところであります。最後、まあ、ユーロ圏の経済でありますが、まあ、ここもですね、まあ、よくなんとか踏ん張っているということは、その数字から見ると言えますが、かといってですね、まあ、これからじゃあ良くなっていくような気配があるかというと、そうでもないと。まあ、実質小売売上高を見ていくとですね、まあ、かなり弱いです。まあ、それをですね、なんとかこのサービス業の景況感は少しいいので、まあ、物でマイナス部分をサービスプラスで、なんとかこう、まあ、引き上げて、まあ、差し引きですと、まあ、ほとんどゼロみたいな、そういうですね、まあ、そんな感じで、進んでおりまして、なんとか保っているけども、まあ、成長実感、まあ、そうしたものは感じられない、まあ、そういう状況にあるというところであります。ただ、失業者数等はですね、まあ、イギリスはちょっと増えてますけども、ドイツとかユーロ圏は増えてない、むしろ減っているような状況でありますので、やはり、こうした状況、そしてまた相変わらず、まあ物価上昇はついているということで、ECB はまだこれからも金利を上げていくだろうと。しかし、やはりこれだけ金利が上がってくるとですね、まあ、どう考えてもこれは相当ブレーキになります。ですので、
このブレーキがどういう形で効いてくるのか、足元のところはなんとか頑張ってますけども、ここから先どうかということが、懸念されるというところであります。以上ですね、資料を使ってのご説明ですけども、もう一度ですね、今月のポイントというので、クエスチョン、というところですね。今回何度もこのクエスチョンを使いました。足元だけ見るとですね、日本も景気が回復して、成長しているよという感じのところは、数字だけ見るとあります。でアメリカも頑張ってるんですけども、しかしですね、いろんなリスク要因っていうのを、そしてリスクもですね、かなり金利上昇をはじめとして積み重なっておりまして、本当にこのまま進むのかどうかっていうのはですね、かなり疑問もあります。そういった意味では、足元のところでは、景気は悪くはない、むしろいいと言ってもいい状況ですが、今後もこれがですね、続いていく、そしてもっと良くなっていくかどうかっていうと、これはですね、そんなに安心はできない、そういった意味ではですね、よくですね、景気の動向、これは国内だけでなくてですね、海外の景気、経済の動向にですね、十分注意をしていく、注意を見ていく、して見ていく必要があるということが言えるというのが、今の日本及び世界の経済の状況ではないかというふうに思います。以上で、今月の経済、すぐわかるワンポイント解説を終わらせていただきます。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。